日戸駅、日戸駅に来ています。伊賀鉄道ですね。伊賀神戸、伊賀神戸が近鉄大阪線と、交わるところなんですけど、そこから一駅ね、進んだところに来てます。まあ、ローカルな駅です。はい、で伊賀神戸、日戸で伊賀上野まで行っちゃうんですね。で伊賀上野まで行くとね、JR に乗り継ぎできるんで、まあそんな感じで、今ねローカルな駅ということでね、日戸駅に来てるんですけど、まあ山ですね。電車は30分に1本ぐらいあるのかなっていう感じですね。で伊賀神戸方面がこっちですね。で伊賀上野方面がこっち。すごいね、ずーっと直線。すいませんね。ずーっと直線です。結構ね、学生さんが朝とかはね使われてます。ずーっとまっすぐ。はい、こんな感じでね、伊賀鉄道です。結構時間はね、30分に1本ぐらいはあるんでね、まあ、朝の時間なんかはね結構学生さんが利用されるんで結構あるんですけどね。はい、そんな感じでね、ローカルな駅といっても結構まだ栄えてる方の鉄道だと思うんですけど、ローカルでもね、はい、乗車箱こんな感じでねありますね。行っちゃいましたね。結構早いんですね。はい、日戸駅でした。結構早かった。